もっと大事なのはですね、技術ではなくてですね、人が好きっていうことなんですよ。人が好き、接客が好き、人と接するのが好き、人を楽しませるのが好き、人のためになりたい、こういうふうに思ってる方はですね、絶対に成功できます。Cの公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、おはようございます。Cの代表の篠崎です。埼玉県川越市にあるヘアメイクCのアンドフォーメンという美容室をですね、やっています代表の篠崎と言います。人に優しく、髪に優しくというテーマでですね、美容室を始めまして13年経ったんですけども、人に優しくっていうのはですね、お客様に優しくっていうのももちろんあるんですけども、スタッフに優しくという意味も込めてですね、人に優しくというですね、そういうテーマを掲げております。でですね、今日お話しするメッセージを送りたい方、この方たちはですね、第二新卒と言われている方たちになります。第二新卒、もちろん中途の方も含めてなんですけども、主に第二新卒の方にメッセージを送りたいと思うんですけども、第二新卒って何ぞやっていう話なんですけども、第二新卒というのはですね、今日ですね、6月29日です。4月に就職しました。4月、5月、6月と3ヶ月間経ったと思います。辞めてしまった、もしくは辞めようと思っている、そしてですね、次の就職口を探しています、次の美容室を探しています、理容室を探しています、そういった方がですね、第二新卒と言われている方になります。ただこのままですね、美容業界、理容業界を辞めてしまってですね、違う仕事に就こうかなという思っている方ですね、その方に聞いていただきたいメッセージになるんですけれども、もうですね、根本的に美容の仕事がダメですと、もう私には合いませんっていう方はですね、ここで動画を閉じてもらって結構です。ちょっと未練があるんだよなっていう方についてですね、お話をしたいと思うんですけれども、学生の時って意識が高いんですよね。っていうのはですね、同じ学校でですね、都内のカリスマさんのとこに行ったとか、やっぱり都内で美容師をしたいとか、そういった方に釣られてですね、やっぱりそういったところに就職しなきゃいけないのかなみたいな感じでですね、都内の厳しいとことか、地域の大きい美容室の厳しいとことかに就職してしまって、実は本当はマイペースで自分のペースでやりたいんだけども、すごい競争の中にポンって置かれて、厳しい中にポンって置かれて、なんかついていけない、なんか違うなっていうふうに思って、で、美容師ってこんな大変なんだ、やめちゃおうかなって思ってる方がいらっしゃると思うんですよね。うちはですね、人に優しく、髪に優しくというテーマでですね、やってるんですけども、その人に優しくっていうのはですね、スタッフにも優しくしようっていうテーマでですね、そういうコンセプトを設けました。で、どういうことかっていうとですね、まあ、残業しないとか、夜練等しない、夜残って練習しないとか、遅くならないようになるべく帰るとかっていうこともあるんですけども、練習しなきゃ美容師になれないので、練習はですね、うちの場合は朝やるようになってます。で、朝にですね、やるんですけども、必ずですね、トレーナーと一緒に練習します。ってことはですね、マンツーマンで練習することになるんですよ。効率よく練習するっていうことがすごく大切で、練習時間が決定的に少ないんですよ、夜残ってやらないっていうのはですね。だけど、シノの場合には朝マンツーまでしっかり練習をして、で、次の練習の時に前回の課題を洗いざらい全部出してからクリアするために練習するので、練習効率がすごくいいです。なので、3年間でデビューしてもらうっていうような目標がですね、ある程度達成できるんじゃないかなと思うんですね。それでですね、厳しいところに就職してしまって、なんか違うなって思っていらっしゃる方はですね、じゃあ、うちに来たらうちは全然楽かと言ったらですね、そんなことはないです。やっぱり、ここよりも、ここにいてくださいっていうね、ところはね、僕らもちゃんと持ってるんです。例えば、お客様に対する接客とか、それから技術面もですね、これ以上下はダメですよっていうところがあって、それよりも上に行かなければですね、お客様を担当することはできません。これはプロとして当然です。これはですね、30代、40代、50代になっても美容師っていうのはできるので、その時にですね、ベースとなる基礎的なことをですね、今学んでるんです。要するに、今学んだことっていうのは20年先、30年先、40年先も生きてくる技術なので、すごく大切なんですよ。だから基礎の部分っていうのはしっかりですね、学んでもらわないといけないので、厳しいと思います。ここまでやろうね、一緒にやろうよっていうところが耐えられなかったっていう方はですね、多分もう美容師ダメなんだと思います。ただ
しっかり向き合って一緒に向上していきたい、自分のペースでですね向上していきたいと思っていらっしゃる方で、もう美容師いいかなと思っている方はですね、チャンスがあります。絶対ですね、向上心がある方は自分のペースでいいんで、徐々に向上していければ必ず自分のものになるので、その技術は夢をですね捨てないでほしいんです。そしてですね、もっと大事なのはですね、技術ではなくてですね、人が好きっていうことなんですよ。人が好き、接客が好き、人と接するのが好き、人を楽しませるのが好き、人のためになりたい、こういうふうに思ってる方はですね、絶対に成功できます。絶対に成功できますので、このままで美容師をね、諦めないでほしいんですよ。美容師って本当人いなくて、技術も伴うですね、すごく難しい業界なんですよね。だから今じゃないんですよ。30代40代になった時にですね、特に女性の方、絶対に活かせる職業としてですね、絶対に活かせる仕事なので、諦めないでほしいんですよね。なのでですね、シーノはですね、第二新卒をですね募集しています。で、募集なんですけども、9月、最低でもですね9月の前半ぐらいまでに面接して就職しますっていうところを逆算していって応募してほしいんですよね。で、なぜかっていうとですね、高校求人が始まるんです。で、高校求人ってハローワークを中心に、非常にですね厳しいシステムにのっとってやってるので、夏休み期間中にサロン見学があって、9月の16日に単眼で面接を申し込んで、面接をしたらですね、1週間以内に合否を出さなければいけないんです。そこで決まるとですね、第二新卒の方取れません。シーノのキャパだと今年ですね1名か2名しかですね取れないんですよ。なので、どうしようかな、でも美容師やりたいな、でもやめちゃおうかな、もう厳しいの嫌だなって思ってる方はですね、諦めないでちょっと連絡をいただきたいんですね。そしてですね、お話をして、まずサロン見学に来てもらって、うちはこういうふうにやっていますよっていう話をですね、ぜひ聞いてほしいんですよ。で、できれば川越市、埼玉県川越市川越駅ですね、ここまでにですね3、40分で来れるぐらいのですね、そのくらいのですね通勤範囲の方でしたら、全然通勤圏内ですので、ぜひですね、ちょっと引っかかりがある、やめちゃったけど引っかかりがある、ぜひですね篠崎まで連絡をください。仲間が待っています。そしてですね、親身になって考えながら、あなたのペースでですね成長するですねお手伝いをしたいと思うし、人が好きになれるようなですね、そういうですね接客、そういったものをですね、ぜひ身につけていただきたいなと思います。諦めないでください。ぜひサロン見学に来てお話をしましょう。うちに就職しなくてもいいです。美容師ってこういう素晴らしい仕事だよっていうのは伝えられる自信があります。サロン見学はですね、金曜日以外のですね平日、金曜日、それから定休日、月曜日か火曜日、月火金ですね、これ以外水木土日だったらですね受け付けています。営業終了後の方がですねしっかりお話できると思うので、30分か1時間ぐらいですねお話をすればですね、またですね美容師やりたいな、利用師やりたいなという気持ちがですね高まってくると思うので、お待ちしてます。そういったわけで、 C の公式 YouTube チャンネル第二新卒の方に向けてのメッセージでした。もちろんですね、中途の方も募集しております。よろしくお願いします。さようなら。